沖縄手帳発行人の,の,の時間,時間 沖縄手帳発行人の時間この番組は沖縄手帳を発行する前城徳七さんが沖縄手帳をめくりながら内縄のことをもっと知りたい皆さんに沖縄の今日の出来事沖縄の再発見沖縄の再時期について語りますはい、えー えー、沖縄手帳発行人の前代徳七です、えー、今日もよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはい。聞き手は FM 技能湾田辺幸です今日も沖縄を愛するくぬ大使をお送りしますさて番組を通して魔純沖縄の時間を取り戻しませんか面白いコーナーをご用意していますティーチ今日の小読みターチ雪の聞きたいこと ナイチャーの雪が今さら聞きにくい沖縄の常識を質問するコーナーです。ミーチ、そしてメインコーナー、沖縄の人に忘れてほしくない過去の出来事について詳しく掘り下げる、沖縄の今日の出来事があります。ぜひ56分までお付き合いください。手帳発行人の時間では、皆様からのメッセージや質問、リクエストを募集しています。ぜひご参加ください。メールアドレスは、 沖縄手帳。アットマーク。ジーメール。ドットコム。オーケー、アイ、エヌエー、ダブリュー、C H o U、です。また、YouTube とツイキャスで映像と音声をネット配信しています。各局のホームページから見ることができます。そちらもお楽しみください。 ツイッターも連動しています。気軽にツイートしてください。また、サイマル放送もお送りしております。リッスンラジオで聞くことができます。全国のラジオ局から FM 技能1を選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は、FM 技能1のホームページに再生ボタンがあります。完全に同じものをお楽しみいただけます。それでは、沖縄手帳発行人の時間スタートです。 この番組は三印刷の提供でお送りします。沖縄手帳。発行人の時間。 のみはい、山田市の方で、えー、沖縄手帳をお持ちの方、ページを開いていただけますか、うん、今日は6月の18日火曜日、ともびきです日の絵犬ですねで、旧暦で5月の16日、えー、昨日が5月15日満月だったんですね うん、で、今日晴天確率は三十パーセント。でも、沖縄は梅雨のお雨が降り出して、ちょっと曇ってますね。豪華の天気崩れると言ってました。で、大潮です。で、今日の午後の十三時五十七分は干潮で十四センチですね。で、夜の二十時三十三分は満潮百九十二センチになっています。さて、えー、沖縄手帳では。 あの今は梅雨なんですね、えー、週万房数ですね、えー、5月の29日から6月の23日までが、まあ、気象台が発表している梅雨の期間です、30年間の統計ですね。えー、で、昨年の梅雨明けはちょうどこの日とぴったりあって、6月23日、慰霊の日が梅雨明けの日になっていました。 これで最近の状況を見てみましたら 2000, 2000年になって以来の20年間で梅雨明けが6月23日を越したのは2回だけなんですねほとんどが222321大体この辺に集中しています、えー、ただですからあの沖縄戦があった時もこの23日に梅雨が明けたと言われています。 すごい土砂降りの中で、えー、間降りの戦争が行われまして戦争終結とともにカーチーベイという南風の風が吹いてくるんですよね、えー、夏が本格的に夏が来るまでのこの爽やかな季節になるんですよそれまでは沖縄は戦争で島中がパー 爆弾とか死体の匂いが満ち溢れていたらしいんですけどそのカ、えーチーベイで匂いが一掃されたという風に聞いてます、えー、今週の末日曜日が慰霊の日になりますねはい以上です再放送お聞きの方は今日は6月23日日曜日です ゆきの聞きたいことコーナーナです。今日は徳七さんにです、はい、沖縄全体にじゃなくて徳七さんにですけれども <laughs> 沖縄の言葉で好きな言葉を教えてください、はいうん。まあ何があるのかと考えたんですがあんまりないような感じはするんですけどまあただあの。 沖縄手帳を編集しながらよく座右の銘好きな形で、えー、考えてますのが「深く掘れ己の胸の中の泉よすとやうて水や熊のごとして」うんまあ。彼はニーチェの言葉をねあの自分の足元を掘り進めるべきだとおっしゃったらしくてそれを流下にしたのがこの歌なんですね。うん、深く掘れ己の 胸の中の泉、よそたよて、水やくまぬことに。という言葉は、あの大事だと思ってます、うんえー。やっぱり自分の足元とか歴史をちゃんと見つめていくことが。まあ、将来を見通す、うん。基礎になるんだろうと思います。徳井さんの胸の中の泉というのは、何ですか。うん。 やっぱり足元だろうね <laughs> 自分の過去とか歴史とかを振り返っていくとでしょうね、うん、そこからしか未来というのは展望できないと思いますし、うん、まあ過去を知ることによって自分を知って将来を展望することができるということじゃないかなと思いますで、歴史観というのは時代とともに変わってきますのでそれは非常に気をつけながら何が事実だろうかとか自分にとって何が 正しいことだろうかなっていうのを考えていくんだろうなと思いますねゆきさんが好きなことはありますかいやそういうそれを言われた <laughs> このね言葉何度か紹介していただいてますけど <laughs>、はい、全くよす頼ってる状態ですから今 <laughs> 何をやってんだっていうなんかでね,かでね聞きましたけどもう日本だったら穴に落ちたらあの早めに這い上がると いうことになっちゃうんですけど。うん、どこでしたかね、どっかの国の言葉で、穴に落ちたら、その穴を掘れと <laughs> いうこともあるらしいんですよ。おお<ー>、うん。失敗して、穴に落ちたっていうの、普通なんですけどね。はい,はいはい。ね、ええー、それは這い上がるんじゃなくて、その穴をもっと極めることによって、えー。落ちたという失敗以上のものを得ることができるだろうという話じゃないかなと。理解してるんですけどね。すごい。うん 文字通あと一つはねこれね、はい、あの思い出そうと思って調べたりしてるんですけどたまたま子供の時に近所におばあちゃんがいましてねこの方手裏の方なんですよ見てもあの決して裕福ではないんですけど、はい、見慣れがきちっとしてるんですね、はい、挨拶もしっかりしてるんですよ、はい、そのばあちゃんが「ターリーから「ターリーっていうのはあの親ですね「対、うん、人」ですだから手裏院中なんですね、うん、から言われた言葉だということで。 冬なんですけどね、えー、僕ははっきり覚えてないんですけどこういう意味だったんですねあの冬寒い時に厚着をするんじゃなくて仕事をするんだとその仕事がどラになるんだというようなことを教えられたんですよん仕事が何になるんですかうん、うん 肉体、仕事をすることで、体が熱くなりますよね。うん、仕事がドテラだというふうドテラああ、あったかいやつは。そうそう、麺、麺、はいはい、で反転みたいなやつね。はいはい。その言葉が、その、カーリーっいう言葉から、とてもお父さんは尊敬してるなって。そのお父さんの教えを、このおばあちゃんが守ってるんだなと。冬も、あったかいところに行くんじゃなくて、いろんな仕事をして、体を温めていくと。 これはいい言葉だなというのは記憶に残ってますね。でもね。ねあと一つ紹介したいのが思ってきたんですけどね。はいえー、これ今沖縄手帳には毎年あの後ろの一番最後のところに主に聴的障害者の方々の作品を掲載してるんです。はい、最近は絵が多いんですね、えー。きっかけになったのはこれなんですよ。よこれありますかな。 ちょっと読んでみましょうかね。私がある障害者施設のお手伝いしていたときに、そこにいるまあ利用者の方があの書道をしてましてね、えー。彼に書いてもらった作品がありまして、<laughs> 一番最初にもらったのはあの沖縄の心には大自然の夢があるっていうのを書いてもらったんですよ。これとても面白い書きぶりでしてね。これはすごいなと思いまして、これを手帳に紹介したんですよ。本人もとっても喜んでいました。 そして翌年にやっぱり同じ方ですけどに書いてもらったのが「青い空と雲の下に太陽の光で勇気が生まれる」これもとてもいい言葉なんですねあの多少知的な障害あるんですけど自分で考えて作ってきた言葉なんですで文字もとても面白みがあるんですねで彼とは実はあの親しくしててあの私のことをお父さんのように慕ってくれるんですよ、うん。<laughs> で1年ほど前にもう一緒に食事をしたんですけど、うん、あの今でも字を書いてるかというと今はなかなか書いてないらしいんですよね。ねで彼たちはあの自分が気が向いた時じゃないとなかなか書かないってことなんでこれはもう私もその後いろんな施設の中で面白い絵を描いてる人とかの作品を載せてますけどあの文章を作って書くっていうのは非常に少ないんで。 最初のきっかけを与えてくれた言葉ということで、私にとってはこれは大事な言葉です。うん。はい。ありがとうございました。はい、今日は徳七さんがねどんな言葉を大切にされているのかっていうのをちょっと聞いてみたくなってお伺いしました。はい、はい、これ後で画面で見れるんではい。ユキの聞きたいことコーナーでした。はい。 では沖縄手帳発行人の時間、はいえー、メインのコーナーにいってもよろしいでしょうかはい、はい、1945年沖縄戦最悪の事態に南部戦線日本軍崩壊住民に悲惨な記憶 6月13日、太田海軍少将、お六海軍号にて自決。6月18日、姫百合学徒隊へ解散命令。米軍司令官、バックナー中将、糸満市前里で戦死。6月23日、牛島中将自決。沖縄慰霊の日。はいあの 先,週先々週もこの沖縄戦に近いような話が出てまいりまして、えー、リスナーの方からはあの沖縄戦のことをやってくれみたいな話も出ていたんですよね。で先週も、ね、沖縄戦に触れようかと思ったんですけど、はい、その前段階というか,とかあの沖縄県の平和記念資料館で、えー、実はあのこの展示物についての政治絡みの問題が起きたんだと。 はい、いうことををお話をしたんですよ、はい、でそれを受けて一番悲惨な時期が今週先週あたるからかな、まあ、今週から23日そして月末に向けての間で最も悲惨な南部での戦争が行われたわけですね。はい、だそれをまとめて振り返ってみようかなと思ってます。はいはい、今日は、ね、一つの 事件というよりはその流れを全体をなぜそういうことになったのかっていうのを掘り下げていただきます、はい、これで前半と後半に分けましたね、はい、前半ではなぜ守りでの住民巻き込んでの戦争が行われるようになったのかなという経過を振り返ってみようかと思ってます、はい、ででまあもう戦争があったのは74年前ですので、うん 今の時期が最も残酷な戦争の時期にあったわけです。うん、で振り返ってみますと、まずあの5月22日に日本軍は首里司令部を放棄して、南部のキャン岬方面へ、キャン半島方面へ、まあ、撤退、撤退という言葉使いませんので、うん、退却攻勢という言葉を使ったらしいんですね。えー、決定しました、うんで。その時に日本軍 沖縄軍第32軍ですけどその中ではあの今後どうするかという議論があって三つの案をめぐっての議論がなされたといいます一つはス首,首里の司令部を最後まで守ってここで、まあ、玉砕すると、まあ、収集するというよりも玉砕になっちゃうんですけどね、うん、という案あと一つが知念半島に、えーまあ、撤退する、まあ、軍にをすればあの 退却攻勢をかけるっていうことですね3つ目がキャン半島ンこれがマブリの近くなんですけどね、えー、このここに行くんだとこの3つの中で議論がされまして、はいえー、結局はあのキャン半島マブリの方面ですけどそこに移るということが決,決定したわけです。<laughs> その理由はは一つにはあの 軍の,あの物資の蓄積をしているのがこのキャンハン島守方面には比較的多かったと2点目が天然のガマ洞窟ですねそれからカメコーバカ非常に頑丈な統治下のような墓ですけどこれが多いとそしてあと地形的に見てもですね全面には高地がありまして 背面のは海で絶壁の海ですから持久戦には非常に向いてるというふうにして決まられたと聞いてます、うん、しかしそこはですねあの住民がたくさん住んでる場所でもあったわけですね、はい、もともとあの人口密度が高い地域なんですねでさらに軍はですね4月の末頃に住民に島尻地方に避難せよという指令を出していたんです。 ですから、このもともと人口密度が高い地域に、たくさんの避難民が溢れまして。まあ、三十万の住民が指名ていたと言われています。その時点では、じゃあ、そっちに行くってなってなかったんですか。行くように指示されていたわけですあ。その軍が、軍も行くじゃないですか、避難じゃなくて、じゃあ。はい、突っ込んで。住民が先に、そこに避難しているところに、軍が、割って入るというと。後から行くことになった、はい、ということ。あ、はあ。 実際の日本軍はそのもっと前にはですね、あの北部に避難するようにヤンバルにという指示は出してたんです。はい、ところが漢方戦役が始まったりすると、もうとても北部には行けない。行く足がない。歩いて行かなければななかったわけですね。それとあの女子供はヤンバルに行けなんです。でも働ける人は軍の軍属になるっていうのが日本軍の指令だったわけです。 あと一つ悲惨なことが起きたのは北部に先に避難した人たちから北部は食べ物が全くない食べ物がないはい、はい、もうみんな飢えてるという話が伝わってきたわけです、ねはい、南部はまだあの農作物があったりサトウキビエがあったり、えー、芋があったりするわけですけどやんばるはこれがないわけですねだから非常に早い時期5月の初めあたりからあの避難民は飢えて 北部守備をしている日本軍と食料の奪い合いが起きていた、まあ、日本軍が住民から食料を巻き上げているという事件が起きていてそれがもう住民に伝わってきているわけですね、うん、で北部にも行けないその時に日本軍から、えー、島尻に避難所という指示を受けて先に住民が南部を目指していたわけです、うん、ですから当時の沖縄県知事の島田明さんは あのこの南部、キャン半島にするという案には反対したわけですね、住民を巻き添えにするということはもう明確なんで、うん、だから南部撤退は開始すべきだと言ったんですけど、これは受けられませんでした、うんうん、で知事はその後もあの知念半島に住民を移動させて、そこを非武装地帯として米軍に通知すると。 いう提言も行ったんですけど、これも、あの、受け入れられなかったんです。米軍にですか。いや、日本軍に。日本,に日本軍に。は,はい。そして、あの、実は、えー。沖縄県知事は軍の中に入るとですね。軍の会議に行くと、少々のポストに近いらしいんですよ。で、司令官。沖縄軍の司令官、は牛島中将なんですね。うん、で、参謀長も中将のクラスなんですよ。うん、だから、二人の決定には。 民の代表であってもこれ従わなきゃいかんということで、えー、残念ながらこれにはあのしたかったと、うん、でその時に軍はじゃあ住民の安全対策を考えたかというとこれはもうほとんど考えてないわけですね<ー>で食料確保も全く考えなくて現地調達と現地調達というのは結局民間から食料を取るということなんですけど、うん、その前提でこの動きが出たわけなんです。 そして、えー、日本軍の首里司令部は5月27日、まあ、分散していますからその前後ですけどあの首里城の司令部から、まあ、あの梅雨の大雨が降ってたらしいんですけどこの夜中にですねこの雨に紛れて首里を撤退をしてたんですね <coughs>、えー。牛島中将ら軍の司令部は5月30日の明け方にはまぶに。 に到着をして、てそこに司令部を置いたと,となってるわけです。うん、で米軍もあの南部を目指して、えー、住民がたくさん避難してるというのは把握してましたので、はいえー、宣伝ビラを飛行機からたくさん巻いたんですね、うん、でその中で、えー、白い服を着けなさいと。うん 白い服を着けているものはあの避難民だということで攻撃しませんというところがあの日本軍もですね、えー、白い服をまとって撤退を始めたんですよそれを見てです避難民を装って、えー、キャン半島を目指したわけです、はい、当初はこれ避難民の群れだろうと米軍は思っていたらしいんです、はい ところがこう雨のこう雲の合間から偵察機を飛ばしていくとどうもあの避難民の群れにしては規則正しいところですね。<laughs> よくよく見るとあの戦,車を戦車とか大砲を引っ張っているとこれは軍だと、はい、いうことで最初は照明弾を打ち込んだらしいんですね、はい、えそしたら反撃があったり照明弾があのその白い服を着けた人たちが持っている まなんて言いますか。あの火薬に当たって。大爆発をしたりして。うん、結局、これは日本軍であるっていうのが明らかになったんで、はい、もうめちゃくちゃな集中砲撃を浴びせたわけです。はい、で、すそのために南部地区、はこの住民と軍がもう溢れかえって混雑をしてですね。えー、まあ、豪雨と。 豪雨の中でアメリカ軍の集中砲撃を受けてまあ地獄絵図さながらの状況がもう起きたんだと言われていますまあそもそも沖縄戦はもう実際には5月の半ばには終わってるんですよねえ那覇の今の新都市の中にあるシュガーローフの 戦いっていうのが非常に悲惨な戦いだったっていうのはお存じだと思いますね。うん、でシュガーローフの戦いの前にはカカズタカダイダとかですね、浦添ソの前田コーチの戦いっていうのがあって、うんえー、そしてシュガーローフの戦いに至るわけですね。で、首里城のこの反対側にはヨナバルのうんたま無我のです、ね。このうんたまも激戦地区ですけど、そこも陥落をしたわけです。だから首里城は周りを全部アメリカ軍に取り囲まれて。 もう実質的に日本軍は反撃能力が失われてた,たわけですね、はい、だからそこで玉砕首里城で抵抗して玉砕しておれば住民に被害は及ばなかったわけですけど<ー>反撃力もないままその軍が住民を巻き添えにして南部を目指していったとあ<ー>まともな戦争じゃなかったわけですね、はい、その最中で最大の被害が生まれて。 まあ日本軍の戦死者の半分がこの6月に発生してますね。半分が。半分がはい。はい、で住民の方は6割があの6月に死亡していると。そしたらもう戦争自体終わってるに等しいのにっていうことです、ね全。全く。はい。なんでって思います。なんでと思いますよね。じゃあなんでこのナヒさんの戦を行ったのか。うん、じゃあ沖縄戦はどういう目的で行われたかっていうのが非常に疑問に思うわけです。うん それをちょっと振り返ってみてみましょう。はい、沖縄軍の沖縄の戦争計画はどうだったのか、大本営はどう考えていたのかということなんですね。うん、これはあの、今沖縄戦はステージ作戦だと言われてます。はい、実態はどうだったかというのを見ています。まず最初はですね、日本軍は。沖縄で決戦をするんだと。つまり、あの、侵 <laughs> 攻してくる米軍を沖縄で食い止めると。 しかもそれは海岸線で食い止めるという水際防衛作戦で敵の上陸を許さないといとう,うに考えたんですね、うん、しかしその前のサイパンとか南方諸島での日本軍の敗,あの敗北ぶりから見てこれをアメリカ軍風にも武器にも勝るアメリカ軍の上陸を阻止するというのは極めて難しいだろうと。うん いう,ふうに変わわったわけですねだからここでアメリカ軍を叩き起こして勝利をするという考えはもう頭にはなくなりまして、はいえー、あとにはね勝て,ない勝てなくてもあの相手に大きな痛手を合わせようと痛手を与えて講和を有利な条件に導こうと、うん、和平交渉を有利にしていこうといや一撃講和というんですけど、うん、敵に大液を与えて話し合いのチャンスを作ろうと。 この一撃講話に傾いていったわけです。二、うん、番目ですけど、ただその中で、あの沖縄には、あのだいたい三個師団が配置されていたわけですね。三個師団。はい、あの、はい、師団が三つ配置されてたんですよ。あ、はい。はいえー、それから、そこの三個師団の中から。沖縄現地軍の反対を押し切って、一個師団を台湾に移動させたんです。はい。 これは大本営は台湾の方にも米軍が来るという可能性があるというふうに考えてからなんですね。はい、で沖縄軍はあのつまり戦力が3分の1減らされたわけですから、はい、とてもいいじゃないと戦えないと空いた分はあの住民を現地招集の形でねお年寄りとか学生たちも軍に入れるんだけど。 それではとても戦力にならないから補充をするようにというのを大本営に要求して大本営は補充するという約束をしていたんですよ、はい、あと一個手段入れるということですか、はい、ところが1944年つまり沖縄戦の前の年の年末12月ですけど大本営は大きな作戦転換を行ったんですそれはどういう変更かと言いますと まあ当初攻防戦を放棄する当初っていうのは島ですね、はい、えつまり沖縄などの島を守るというのを放棄して本土決戦の準備にに全力を注ぐという内容に変わったんですうんまあこれによって沖縄戦での一時期講和相手に手ひどい痛みを与えてそれから和平交渉に持っていくというのも不可能だというふうに考えたわけです、はい、そして沖縄への軍隊の補充はこれは取りやめになったんです でこの方針転換は沖縄にはしばらくは秘密秘密されてるんですよ。